京都鉄道博物館で買ってきた N ゲージをご紹介というか、WAM3500 型の、70555号車というものと、世の5000型5008号車っていうのと、これは埋め鉄サードって書いてありますけども、京都鉄道博物館の、オリジナルなコンテナモデルかな。あとは、京都鉄道博物館の、これは 19D-28901 って書いてありますけれどもというもの、これらが、京都鉄道博物館に売られてた売ってあった N ゲージの中で、京都鉄道博物館のまあオリジナルとされるものです。まあよく見たは正確じゃないと思いますけれども、こういう貨車あるいは、これコンテナのコンテナが、京都鉄道博物館のオリジナル、こっちもそうなんですけれども、こっちかな、これもコンテナ、京都鉄道博物館オリジナルで、これが車掌車なのかな、まあ、このこういうものがあります。で、ちょうど、まあ、貨車の車列がありますので、そこの後ろに、後ろというかそこにちょっと付け加えてみたいと思います。やっぱ順番ってものがあるでしょうね。京都鉄道博物館とこういう感じ、コンテナから並べていって、やっぱ最後にこの車掌車と、なんと何もない直線区間で脱線してしまいます。映像をよく見るとその前の分岐のところから音が変わるので、やはり分岐が鬼門のようです。機関車の EF510 は分岐を越えて短期で通過しますから、機関車自体の問題ではなさそうです。 N ゲージの世界は思っていたよりも奥が深そうです。
電動分岐の配線や電源供給などやるべきことはまだまだあるのですが、もっと楽しめそうです。まだジオラマにそれほど興味もないので、レールの設定が終われば一段落かと思っていましたが、どうもそれだけでは済みそうにもありませんね。無限にお金と時間をかけることができる趣味のように思えます。まあ趣味なんてそんなもんですがね。再度出発進行。おっと、いきなり方向間違えた。あ、これ電気ついてる。車掌車電気ついてる。分岐の通過が怖いというか、ゆっくりだとまた脱線がありそうで、直進分岐なんですけれども、ちょっとスピードを上げてしまってますね。
はり見て楽しむ鉄道模型としては列車はゆっくり行ってくれた方が見ててやっぱり楽しいですよね。早いのはどうもやっぱり好きになれないけども分岐を超えるのは怖いというジレンマにちょっと立たされています。最後までご視聴どうもありがとうございました。